拉致問題対策本部は日本の内閣に設置された機関。北朝鮮による日本人拉致問題への政府の取り組みを強化するため、鳩山幸男内閣によって新たに設置された機関である。2009年10月13日の閣議決定により設置された。本部は内閣に、事務局は内閣官房に属する。政府が省庁横断で、 拉致事件に対応していくことを目的としている。2006年9月29日に安倍内閣における閣議決定で設置された全閣僚を構成員とする旧ラチ問題対策本部を廃止し、人要を改めて発足させたものである。情報収集面では旧ラチ問題対策本部よりも人員、予算を増加させた。一方で、 能力不足により情報収集費が十分使われておらず、執行率が低いと与党議員から国会で問題視されたり、会計捜査が報じられたりするなど、多くの課題を抱えている。産経新聞によれば、予算の7割が使われていないにもかかわらず、職員は情報収集のため自腹を切っている。2015年12月17日未明、 拉致問題対策本部に出向中の警察庁警備局の男性警部が立川市の玉都市モノレール立川北駅のエスカレーターで20代女性のスカート内にスマートフォンを差し向けた盗撮容疑で警視庁立川警察署によって東京都迷惑防止条例違反容疑で逮捕された。同署によると容疑を認め前の女性がスカートを履いていて 盗撮してみたいと思ったと話している。警部は酒を飲んで帰宅しているところだった。目撃者の男性に取り押さえられ現行犯逮捕された。2012年には職員が騙されて支出した200万円を年出するため不正会計捜査が行われていたり、三谷修士事務局長代理と3時間との間のうち、踏んで機能不全に陥っていたり、 民間委託で利権が生まれているといった内容の内部告発が出た。北朝鮮による拉致被害者家族連絡園現事務局長の増本モ明はラジオインタビューで拉致問題対策本部が仕事をしていると思うかと尋ねられて思っていません。拉致問題対策本部の一番の仕事は家族会を怒らせないようにすること。どうやって拉致被害者を救出するか全く考えていない。 啓発活動は、アリバイ的にやっているだけと批判した。北朝鮮による、拉致被害者家族連絡園現副代表のハスイケ、トールは、著書、拉致被害者たちを見殺しにした、安倍晋三と、冷血な面々の82ページで、今は削除されているが、以前、対策本部のホームページに赤い、大きな文字で、アイデア募集と掲出されたことがあった。私はそれを見てカチンと来た。 自ら戦略を練らなければならない組織が一般にアイデアを募るとはどういうことかと抗議の電話をした。対応した職員はあれは啓発活動に関するアイデアの募集でしてと釈明するのでいずれにせよアイデアを一般に募るということは組織の機能という面で末期症状ではないのかと言い返した。するとそうかもしれませんねとイケシャーシャーと言ってのける失望の極みだったが もう触れたくないと告評した。2019年8月10日には、やるにこと書いて、ここまで落ちぶれた、拉致問題対策本部。もう本当にいらないこんな無能な組織。と啓発活動を厳しく批判した。特定失踪者問題調査会の荒木和弘、代表は、拉致問題対策本部が作っている、テレビ CM について、正直なところ、これを見て、 人をバカにしているのかと思いました。民間家事地体が作るなら、ともかく政府の拉致問題対策本部がこんな人事のような CM を作っている神経を疑いますと評した。また、拉致問題対策本部が行っている拉致問題啓発コンサートについて、今の企画では何のためにやるのか全くわからず、税金の無駄遣い以外の何者でもありません。 誘拐犯のところに高級官僚を送って最重要課題ですよと言わせる一方でプロの歌手でコンサートというのはほとんどジョークです。人質を取って立てこもっている犯人のところに警察署長が私たちはこの問題を大事だと思っていますと言いながら一方で人質救出のためのカラオケ大会でもやるようなものですと告評した。本部長には内閣総理大臣がつく。 副本部長には内閣官房長官、外務大臣、そしてもう一名の国務大臣がつく。この国務大臣は主任の大臣や内閣府特命担当大臣とは異なり、国務大臣としての所管事項として、北朝鮮による拉致問題の早期解決を図るため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当するものである。続称として、 拉致問題担当大臣、拉致問題担当省、拉致問題省、拉致省などと表現されることもある。内閣官房長官や国家公安委員会委員長、法務大臣が兼任することが多い。平成21年10月13日閣議決定に、基づき、本部長には内閣総理大臣がつく。平成21年10月13日閣議決定に、基づき、本部長には、 国務大臣として北朝鮮による拉致問題の早期解決を図るため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当する者及び内閣官房長官外務大臣がつく。拉致問題担当大臣拉致問題担当大臣は北朝鮮による日本人拉致問題の解決に関する施策にあたる国務大臣。 第3次安倍第3次改造内閣から内閣府特命担当大臣となり、名称が内閣府特命担当大臣となった。第4次安倍内閣以降は再び国務大臣としての職務となり、内閣官房長官が兼務する。本部の処遇は内閣官房に置かれる拉致問題対策本部事務局が行う。ありがとうございます。